今日は最前線で頑張っている皆様方の声、限られた時間ですが聞かせていただき、この政府の取り組みに少しでもこの反映させていただければと思って来させていただきました。子ども向けの給付、結構もう届いたっていう声もあって大変、ありがたかったなと思う一方で、非課税世帯向けの低所得者向けの給付はやっぱワーキングパワーの方が漏れちゃうというところがあって、例えば月収12、3万とか15万とか稼いでると自慢に給付もらえないということもあって、それまでサービス飲食等で働かれていた方が次の一手を、IT とかにやっぱかけてくる方もいるんですね。パソコン触ったことないけど練習しようとかっていう、先日サイバーセキュリティという非常に難易度の高い講座をやってみたんですが、オンライン上で参加者600名、新しい世界に行こうとしている人たちの最後の行き先、ラストワンマイルの雇用のところの接続がいまいち、昨年はコロナ禍において、11年ぶりに年間の自殺数が増加に転じました。主婦と女子高生の自殺が非常に増加したのは、そういう世帯主ではないので経済的支援という時も表に出てこない、でも非常に苦しい状況に置かれている人が多い。困っている方がどう声を上げるか、あるいは皆さんがそういった現状を把握してどうアプローチするか、ただやっぱりその辺の接点の部分、社会全体の雰囲気としてやっぱりこの、スムーズに、そういったなんか支援を求める声を上げられる、そういった雰囲気が大事なんですよね。官民そして NPO をはじめ関係の皆さんといかに連携して意思疎通 を図って、取り組んでいくか、これ最終的にやっぱり支援が困っている方のところに届かないと意味がないわけですから、その届かせるためにはどうしたらいいか、やっぱりその連携が大事だなと改めて感じました。ぜひこうした皆さんのこの思い、少しでも政府としてもしっかり受け止めさせていただいて努力をしていきたいと思います。